いい年してこうある意味青春みたいな部活的なところがあって、うわありありたうわ面白そうっていうことにまず取り組んでみるって、仕事作っていく姿勢ってものすごく大事だと思うんです。選択肢を作っていくっていう、これ一言で言うと自分の街をとことん楽しむ、人との触れ合いかなっては思いますね。役割をいただき、それが責任となりそのモチベーションになってますので、地に足のついた生き方をしたいと思いまして、ないものはたくさんあるんですけど、逆にあるものもたくさんある。やらないとわからないし、次の世代に託すっていうことが夢で、やれることをやれるだけやろうって決めてるので、得意なことを通じて活動をしていってもらえたらいいなと思います。今佐賀は佐賀から世界を、そして未来を見ています。自らの力であなたたちに佐賀の未来を作ってほしい。立ち上がれ志士たちよ、飛び上がれ志士たちよ、共に新しい時代を開こう。佐賀最高。